れは2月の寒い夜、やっと十四になった頃、窓にちらちら雪が降り、部屋は冷え冷え暗かった。愛というのじゃないけれど、私は抱かれて見たかった。あれは五月の雨の夜、今日で十五という時に、安い指輪を贈られて、花を一輪飾られて、愛というのじゃないけれど、私は捧げてみたかった。あれは八月暑い夜、すねて十九を超えた頃、細いナイフを光らせて、憎い男を待っていた。愛というのじゃないけれど、私は捨てられつらかった。そしてこうして暗い夜、年も忘れた今日のこと、街にゆらゆら明かりつき、みんな祈りをするときに、懺悔の値打ちもないけれど、私は話してみたかった。